はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ファーゼストフロンティアの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、襲撃が来たんですけども、どうやら教えてもらったんですけども、このゲームの敵の AI ですね、 AI はなかなか賢いみたいで、この街のどの部分が弱いかっていうのを判断してそこを攻めてくると。なので僕はその防衛を強化するために門を30にしたんですけど、この30にしたことによって、敵がこの門から攻めるよりも他をやった方がいいという判断をして、前回とかはこの角を攻められたということみたいですね。なので、いや難しいですよねこれ。とりあえず真ん中、門の真ん中だけ壊して、20、もう20にしましょう。これでまずどうなるか様子を見て、であとそのあえて弱い部分、街の部、ある箇所を弱くする、あえて弱くしてそこに攻め込ませると。で、まあ、うまいことなんとかやって一網打尽にするみたいな、いうことができればいいんですけど、どうやってそういうのを作るのかっていうのがわからないんで、とりあえずまず門20にして様子を見てみようかなと。いやー、よくできてますね。強化すればいいっていうわけでもないし、とりあえず壊していきましょう。点集中で攻め込ませた方がいいのか、分散させた方がいいのかっていうのもちょっと考えないといけないし、なんかねおかしいと思ってたんですよね。角ばっかりやられるなとは思ってたんですけど、あ、石売ってる。石買おう。あ、丸太も売ってるけど。ちょっと高いか。いや、でも少し買おうかな。真ん中にこのカーソルを合わせるのがまず、でここは20ですね。はい、これでとりあえず門は20になったんで、次の襲撃がどんな感じかですね。
では、街作っていきますか。とはいえ、物資がもうなくなってきたんで、とりあえず物資揃うまでは、ゆっくりやる感じですかね。64年目。なかなか人が増えてほしいんですけど、増えてほしい時に限って人来ないですね。人手が足りなくて雇えないんですよね。石売ってる、安い。しかも全部買おう。これ鉄も売ってるけど、あとは OK ですね。え？何？侵略軍？ちょっと待って、3247円、お支払うまでに残り12ヶ月あります。支払いがないと侵略軍は攻撃してきます。え、払えるけど、いやいやいや、払いませんよ。そんな3000円なんて拒否。待って、すごいぼーっとしてたから、とりあえずこの辺に。うおー、数は、いや、多いな多いな80人。この辺はスルーしてくるんだ、やっぱり。よし、光れ。で、門を削ったことによってどうなる？あ、ここでも壊されてるな。チャンピオンっていうのがいるよ。
他は大丈夫ですよね。いや、数多いな。こうしよう。カード門ですね。門に来ますね。ここも門ですね。で、分散してもらって、とりあえず兵隊さんここにいてもらおう。いや、硬い。あ、ここは角に行ってるか。あ、一個門壊された。で、全然 HP が減ってない敵の。やばい。やばくないこれ。あ、でも兵士強いな。兵士強いですね。ここは追い払ったから、こっちも間に合わないぞ。しまってしまう。帰っていったかな。いやー、もういいよ。もう一回こうなっちゃうと、もうずっと追いかけるのかな。よしよし。あうん、強い。だいぶやられた。
ちゃんとでも武器防具を装備してる兵士たち強いですね。これ人をもっと増えたら、ここを増やさないと今後持たないですね。矢倉よりこっちかな。矢倉も大事なんだけど、これで全部かな。どうだろう。ちょっと早く報告見たいですね。いやー、侵略軍。殺した略奪者は57人、結構倒しましたね。で、殺された住民が3で、破壊された建物が11、略奪された物資はなし。11破壊、1、2、3、4、5、6、7、あとこれか、8、9、どこだろう。大丈夫かな。でもとりあえず一応守れたのかな。物資も取られてないし。いやー、でもやばいな。これ以上増えるとやばいですね。どうしたらいいんだろう。あえて弱い部分を作る。あえてこういう、木の壁？石じゃなくて。の場所を作るとか。でもそうなると、町の外観、もうちょっと犠牲にしなきゃいけないですよね。見た目をちょっと犠牲にしなきゃいけないというか。でも仕方がないのかな、戦うためには。なんか離れにそんなとこ作ったって来ないですよね。やっぱここに攻めてきますよね。あ、ちょっと待って。いやー、どうしよう。難しい。
とりあえず人が欲しいですね。人を増やして、兵士増やして、で、ちゃんと装備させると。大型武器もちゃんと作れてるし、うん、この鎧もちゃんと作れてるし、で、武器もあるし、クロスボウもある。足りないのは鉄か、鉄と、あと丸太。丸太が減ってきた。カバー取ってもらおう。これ間に合う？大丈夫かな？この辺移動。あ、やばいかもしれない。ちょっと待って。あ。あぶない。待って、これ消火作業してる？普通に石鹸作っ、消火作業してないんじゃない？あ！ああ、初めてだ。火事で壊れたの。そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。